義明、久保田正尚、そして出川哲朗、近未来人工知能コントドラマ出会いのむき出し。おい、はい、次の信号右だ。右、いや違う、間違えた、左だ。下、危ない。ああ、なんかもう通り過ぎちゃったわ。なんだよ、引き返せ。もう、京極さん、めちゃくちゃじゃないですか。こんなじゃね、一生目的つかないですよ。俺、タブレットの使い方いまいち分かんねえんだよ、本当に俺は。それに、もう僕ずっと運転してるじゃないですか。もう6時間ぶっ通しなんですけど。うるせえな、お前は。一生俺のアッシーなんだよ。ザーブーナブ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 ナ。いつまでもそんなつまらないことで喧嘩してるなんて、お前ら本当にバカらしいな。この一切の水分を奪われたようなダミ声は、まさか、まさかブラシナシー、うわブナシー、出やがったなブナオ。お前らにいいことを教えてあげるらしい。将来自動車に人工知能が搭載されれば、誰が運転するかで揉めることがなくなるらしい。人工知能の発展により、自動運転による車社会の実現が現実味を帯びてきました。この映像の通り、ハンドルを握ることなく車が目的地まで運んでくれる機能は実現間近と言えるでしょう。人工知能が搭載された車は、周りの状況を瞬時に確認判断し、安全かつ最適に運転を行います。未来の車は、自動で目的地に運んでくれるだけでなく、移動型の居住空間となっているのかもしれません。車が勝手に目的地に連れて行ってくれるようになったら、乗ってる人間は何するんだよ。フロントガラスに映像を映して、それを楽しんだりできるようになるらしいですよ。ねえブナッシー。お、だいぶ分かってきたなしな、痩せまっちゃ。さすが人工知能、僕の悪口のデータもインプット済みだね。俺は置かなくてコンピューターなんかに運転を任せておけねえな。でもきっとその方が楽で安全なんですよ。ステちゃんはいつまでも自分で運転してればいいなし。キャッシ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 ャ。今日はここまで。何か質問はあるなし。あ、一つだけ。ブナッシーはさ、普段奥さんに何て呼ばれてるんですか。クソ鉄。大変でした。すいませんでした。ごめんなさい。聞いてごめんなさい。すいませんでした。この動画が24時間以内に474リツイート達成で、亮太、だらしない生活してんじゃねえ。ようやく気づいたな、なし。やっほー。最終話明日動画解禁。僕は京極さんのバディですからね。最初力になってあげられるのはあなたなんだよ。もう二度と失いたくないの。京極さん、ラストコップ、ザ・ムービー。お前と出会えてよかったよ。